はい、どうもです。ということで、今回はこちらのグリクシスミットを紹介したいと思います。こちらの出来ですが、昨日まで行われていたジャパンオープンにおいて、9勝4敗でトップ8に入っていたリストですね。鏡槍の偶話が禁止されて以降、グリクシスは完全に姿を消していたのですが、競技でしっかりと勝ち上がったということで話題となっています。新カードは基本的に脇を固めている形になっていて、マナフラ受けのある除去として定番となった執念の特目に加え、後続も立つことができる一貫の終わりも2枚採用されていて、新しい黒の除去の質の高さが伺えますね。さらに鏡に願いをでサーチもできるようになっていて、ドレッドや一貫の終わりを持ってきたり、はたまたカウンターを持ってきて構えたりと、いろいろと選択ができるようになっています。大敗的なドラゴンはマッチアップによっては完全に腐るカードなので、1枚だけの採用となっていますが、ゴルガリミッドやエスパーミッドのようなデッキに対しては強く、マッチアップによってはかなり活躍してくれる1枚ですね。またサイドにはギミック付きの墓地対策カード、アガサの魂の大釜も採用されていて、墓地対策をしながら非同型能力も使い回せるようになっています。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。まあキープしていいでしょう。あとはまあ土地を、しっかりと縦置きをできるかどうか。まあ一応2マナ息が3枚あるんで、なんとかなりそうではありますが。さあ、レジェンズ。うん。2ターン目サリアはちょっときついが、なんだかんだこの先手スクレルブサリアは最強の動きですからね。さあ、スクレルブは殴ってくる。お、いいですね。これだと一応書き消しが構えられるので、なんとかなりそう。まあ何が出てきてもこれはカウンターしますね。ラフィーンとかだったら、はい。美味しい。ただスクレルブは除去れない状況。一応アーティエでなんとかするしかないっていう感じではありますが。まあ一旦カイトで、トークンを出していきましょう。特目とかを引けるといいですね。特目でスクレルブ除去って、で、喉首を使っていきたいという感じかなと。さあ、A ガンズを置いてくる。ラフィーンを、さらにキャスト。うん。まあ、一旦これはもう、アーティエでスクレルブを除去っていくしかないですね。まあ、カイトで、特目を引けるといいですが。さあ、ワンドロー。ただ、土地。うん。まあまあまあ。相手、こういう打ちがあるんで。まあでも、さすがに構えていいか。うん。まあ、こういう打ちを使ってくれるなら、それはそれで OK なんで。さて。とりあえず、ラフィーンで、カイトを落としていく。まあ、これは、通すしかないですね。お。メイン書き消し。なるほど。結構ね、そのレジェンズの書き消しって、まあアンチシナジーになることが多くて、自分はね、あんまり入れない派なんですけど。まあただ最近ランプが増えてるということもあって、入れてる人も、そこそこ増えてきてますね。さあ、さらにこういう力。白マナ、エーデリンかなこれは。はい。さあ、エーデリンを出してくる。かけ消し2枚目がなければっていう感じですね。さあ、で、キャスト。これがまず通るかどうか。通ってスクレルブが除去れたら、まあ、エーデリンもラフィーンも除去れるということで、まあ、なんとかなりそうな感じかなと。さあ、で、通っていく。いけそう。さあ、なんとか、対象していくことができているので、まあこれはもう、こういう位置を構えられる前に、2体とも除去っていきましょう。さあ、まずはエーデリン。からのラフィーンでいきましょう。さあ、殴って残り14から、ラフィーンも除去っていく。一応これね、青マナ出せるんですが、さあ、ただこれは止まってきている。まあ、黒幕か。うん。まあ、なんとかなりそうですね。先手でまあ、そこそこいい回りだったんですが。さあ、ただ2体目のスクレルブが出てくる。さて。
相手は、これね、青マナがない状況ですね。最近この黒幕入りのリストが結構多いんですが、黒幕はレジェンズではないため、まあこれはドレッド持ってくるかな。さあ、鏡に願いをで、まあカウンターされないうちに、打っていきましょう。まあ除去を持たれてたら、まあそれはそれで、しょうがないんで。さあ、ミラーから、ドレッドを持ってくる。ただなんか、相手止まってきてるんで、どうだろうな。手札が光っていく。持ってますね。まあまあまあ、これはしょうがない。さあ、ドレッドは即、除去られていくと。ワンチャン特目持ってくるとかでもよかったかもですね。6マナもうすでにある状況ということで。さあ、黒幕は殴っていきますが、お、ドレッド。これは、一巻の終わりで、おっと、違うな。スクレブルがいるんか。またこれもアーテを一回、使わないといけないという状況。まあ、結果的になんか、あれですね。特目を持ってきてた方が良かったっていう。いやー、これ難しいな。相手に公有地使わせるか。収穫者でスクレルブ除去って、で、一巻の終わりをドレッドに打ちたいんですが、ただ難しいですね、これ。公有地を使わせることができればっていう感じではあるんですが。さあ、公有地3枚目。なかなかしんどい。お、殴ってくる。これは、ダブルブロックするか。ドレッドダブルブロックで、で、相手はおそらくこういう使ってくるので、スクレルブをアーティで除去って次のターンに一巻の終わりか。まあ、これが一番良さそう。いや、スクレルブっていうカードが、やっぱ強いっすね。さあ、ダブルブロック。まあ、おそらくこういう血を使ってくるでしょう。さあ、こういう血で、破壊不能をつけていく。これで、まあ、一応土地と、1-2交換をして、で、まあ、アーティはね、どっちにしろ、消えてしまうので。さあ、さらにアーティからスクレルブを除去っていくと。これで、一巻の終わりで相手のドレッドも、まあ、完全にライブラリからいなくなってしまうので、まあ、なんとか、なっていくのではないかなと。さあ、そしてアップキープに一巻の終わりを打っていく。手札確認もできると。ドレッドは2枚だけか。手札はさらにスクレルブ。なるほど。まあ、一般的な、いや、黒幕4枚は結構珍しいですね。黒幕4に、で、メインカウンター。なんかエスパーミッドレンジとエスパーレジェンズのちょうど間みたいなデッキですね。サリア4に、まあカウンターもがっつり入ってるんで。さあ、ただ相手青マナが今、ない状況ということで、黒幕も、使えないですね。さあ、スクレルブ3枚目。なんかこういうレンジになってくると、ほんと特目が一番引きたいまでありますね。さあ、ここで相手止まってくる。お、いいですね。お、そして特目を引く。ようやくですね。これは、多分、勝ちましたね。さあ、アーテ殴っていく。まあ、A 頑丈を使うかどうかですね。さあ、A 頑丈を使ってきそうな感じ。はい。からの、鑑定士で、まあ、カードを探していきましょう。一応ラフィーン、抜くかな。特目2枚目。いいですね。からの、まあ、スクレルブは現状何もしないので、まあ、クロックである、黒幕を除去っていくと。さあ、これで7マナ目を引くと、まあ、とんでもないことになりますね。まあ、お互いにもう、リソースがほぼないということで。さて、お、殴ってくる？ A 頑丈を引いたかな？まあ、さすがにブロックはできないですね。
まあブロックをするとしたら A ガンゾを使わせたいかどうかっていう感じなんですが、まあでもどっちにしろあれか、殴ったら A ガンゾを使われるから、いやブロックでよかったかもな。1点ではありますが、さあおそらく A ガンゾでしょう。はい、まあまあまあ、さあそして収穫者が出ていく。でこういう地も構えられないということで特目を打っていきましょう。さああとは7マナ目を引くだけ。7マナ目を引いたらさすがに負けない。まあメインはロランとかは入ってないですからね。さあエデリン、土地は引かずだが、まあ黒幕はいいでしょう。とりあえずもう黒幕出して、で次のターンドローをすることができるので、まあ大体特目いけるのではないかなと。一巻の終わり打ってるんで、その相手からもうドレッドが出てくることがないっていうのが安心感が結構ありますよね。まあ相手のリスト、ホーローも入ってなかったんで、これはしっかりとブロックしていきましょう。さあ2点通って残り9点からラストは土地っぽいですね。これはさあ黒幕起動、除去も引いてくる。7マナ目タップイン、まあまあまあいいでしょう。このターンは一旦、まあ、タップインさせてドレッド出して除去も、構えていくと。さすがにこっからまくられることはなさそう。さあシェオルドレッドが着地していく。7マナ目が見えているということで相手からするともうかなり厳しい状況ですね。さあアップキープ大田原、まあまあ、こういう地も構えられないんで、デリマ除去っていきましょう。まあ延命ですねこれは。一巻の終わりで相手のライブラリーが見れるのもやっぱ結構でかいですよね。ここからまくられる可能性はまあほぼ 100% ないので、まあさすがにこれで投了と。じじ、まあ、対エスパーレジェンズは、サイド後は、石術の連射を入れていくんですが、このリストサイドに切り崩しがないので、切り崩しが、入れれないんですよね。まあ、なんか、レジェンズとかアグロを見るんであれば、切り崩し、まあ、メインサイド合わせて3枚ぐらいは、欲しい感じではあるんですが、ないため、まあ、全除去でも入れていきましょう。で、後手の回答は、弱いんで、あと、大敗的なドラゴンは、レジェンズに対してはめちゃくちゃ弱いんで、さすがに抜きますね。さあ、これで行きましょう。さあ、1本目勝って2試合目。これは割とバランスが良くていいですね。まあ、相手エスパーレジェンズということで、しっかりと序盤をしのいでいける、いいハンドかなと。さあ、とりあえずスクレルブはなかったですが、まずはデニックから。特幕を使っていきますか。まあ、操作リー除去ということで、まずは特幕を使っていく。さて、おー、なるほど。これ、サイドから、婚礼4枚入れられてるパターンか。基本的にね、レジェンズ使ってるとき、自分はサイドに婚礼は取らない派なんですけど、まあ、こういう青黒系を相手にすると、婚礼はやっぱ、強いですよね。触る手段がないため。さあそして構えてくる。カウンターも持ってそうですねこれは。これは死体鑑定士出したいんですけど、まあ書き消し引っかかるのめちゃくちゃ寒いんで黒幕、まあ黒幕は除去っていきましょう。作伯使うかな。一巻の終わりに使って、相手の手札を確認するっていうのも、全然、ありだとは思うんですけど。さあ、一旦21は、作伯で除去っていく。なんか結構、まあ、青黒系を意識した、サイドを用意してそうですね。さあ、2点通って、ドローしていくと。ちょっと動きづらいですね。まあ、鑑定士出すか。書き消しを、まあ、トークン作ってくるのであれば、まあ、それはそれで OK かなと。
さあ、鑑定者を通っていく。で、ニックを追放して、ここで黒幕。ほう。まあ、じゃあ、キャッていきましょう。さて。あー、なるほど。連射も強いが、まあ、クリーチャーが欲しいか。収穫者をもらっていきましょう。うん。まあ、収穫者出すことによって、その、鏡に願いをの、あの、協約のコストもね、出るということで。さあ、ここはラフィーン。ラフィーンはさすがに一貫の割り打っていきそうですね。さあ、一体だけでアタック。まあ、三々にしてくると。サリアを捨てる。なるほど。まあ、一旦相手の手札を確認したいですね。さて、6マナ目。まあ、とりあえず、ラフィーンを除去っていきましょう。手札とライブラリーも確認していく。さあ。おー、婚礼の発表3枚。なるほど。ドレッドもいる。婚礼連打相当きついな、これ。うん。で、デッキも確認。なるほど。基本的には婚礼入れてきてて、で、カウンターを全抜きしてますね。で、ロランも入っていない。なるほど。まあ、今後の、指針にはなりますね。相手のそのロランが入ってない、いないっていうのが分かったのは、だいぶでかいですね。特目を置いたら大体勝てそうな感じはする。さあ、まあ、いい感じにこの、強大中の終焉も使っていきたいですが、まあ、相手がその、婚礼の発表3枚持ってるため、まあ、一番効果的なところで使っていきたいですね。さあ、ここは、はい、婚礼を出していく。うん。お、ドレッドいいですね。相手座標がないため、一旦ドレッド出すか。ドレッドと収穫者出して、で、次のターン、鏡に願いを。うん。まあ、特目 VS、トリプル婚礼の発表っていう感じになっていきそうですね。どうだろうな。トリプル婚礼はね、さすがに、クリーチャーのサイズがでかくなりすぎるんで。うん。まあ、とはいえ、特目も、めちゃくちゃ強いですからね。さあ、ここはドレッドを出して。まあ、邪気を引かれなければ、こっちが、まあ、おそらく有利は取っていけるかなと。おー、たださ、トップアーテ。まあ、これはしょうがないですね。一旦流すか。お、7話なめ引く。まあまあまあ、悪くはないですね。まあ、全除去を打つんで。44になっちゃうとね、流せなくなるんで。うん。まあ、次のターンは一旦、全除去かな。さあ、鏡に願いをも引いてくる。まあ、流していきましょう。お。ただ、アーティエでブロック。アーティエでブロックするのであれば、いや、特目出してもいいですね、このターン。その、次のターン、アーティエのタフネスが4になるんで、このターン、終焉打とうかと思ったんですけど。特目出すかな。まあ、6点は全然、耐えることができるんで。で、相手その、ドレッドとか出してきても、相手のアーティを使って倒すことができるため。ただ、ここは婚礼を選択。うん。まあ、ドローしてきますよね。こちらのその全体除去は、さっきの行動で、まあおそらく、相手は分かってるので。さあ、エーガンズを置いてくる。これは、救出も出してくるのか。まあ、一旦サリアとかを釣り上げる感じですかね。さあ、救出専門家も出してくる。ただこれ、タフネスが4になるのが、だいぶめんどくさいですね。さらに2ドロー。となると、ドレッドを釣り上げるよりも先に、
アーティーを出したい感じですね、これは。うん。アーティーで除去らないとダメ。ドレッド出した場合は、相手に除去を引かれたら結構危ないんですよね。さて、ということで一旦流していきましょう。さあ、オール3点。からの、願いよで、スペル持ってくるか。協約はしなくていい。一旦、一貫の終わりを持ってきますかね。相手のシェルドレッドは、除去っておきたいので、うん。まあ、協約はせずに。一貫の終わりぐらいですかね。まあ、特目連打っていうのも、全然ありっちゃありですが。さあ、こんな感じで行きましょう。まあ、ちょっとだいぶドローはされてはいるんですけど、まあ、相手ロランが入ってないため、まあ、特目が割られることがないという安心感がだいぶありますね。さあ、ここはサリアから。まあ、あとはもうドレッドを釣ってから、相手のアーテを延々と釣り続けるという感じで良さそうですね。さあ、シオルドレッドを釣り上げていく。黒幕、いいですね。さあ。まあ、さすがに。いや、どうだろうね。お、除去持ってる？ドレッド触ってますね。バウンス。なるほど。これは、ここに一貫の割り打つしかないか。次のターンは、こういう地も構えられるため、しょうがないですね、これは。まあ、ドレッド出されるのは全然大丈夫なんで。さあ、サリア抜いて。負け筋はそんなにないとは思いますね。うん。ロランがないのは再確認。さあ、ドレッドはバウンスされていく。まあ、3点は通していきましょう。まあ、鏡に願いをももう1枚あるんで、なんとかなっていくのではないかなと。さあ、3点通っての6点。からのドレッド。はい。まあ、ドレッドは、相手のアーテで倒していきましょう。ドレッドでかいな。うん。まあまあまあ。アーテで一旦倒して、で、まあ、手札からドレッドは出していくという感じで、OK かなと。さて、7、8は倒していく。土地、うん。まあ、ルーティング用に取っておきますか。うん。まあ、さすがにっていう感じではありますね。一応これブロッカー残した方がいいかな。相手がその除去除去って引いてた場合、結構危ない可能性があるんで。まあ、ライフがもうちょっとゲインできてからですね、攻めていくのは。いや、でもなんかこうやって考えると、婚礼3枚と特目1枚が同じぐらいの強さかもしれん。さあ、除去引いてますね、これ。バウンス。黒幕起動するかな。黒幕起動したら、4点ゲインできるんで、起動しそうですね。うん。さあ、黒幕起動で、2ドローして、4点ゲイン。まあ、さすがに。いや、でも結構、いい試合でしたね。ここで投了と。オーケー。さあ、やっていきます。こちら、後手。2マナ行きがないのがちょっと気になりますが、まあ、キープはできるハンドではあるかなと。まあ、ランプやコントロールじゃなければ、OK かなという感じですね。さあ、一手ダブマリではありますが、ゴルガリ。まあ、ゴルガリは結構ね、手札の回復手段が多いため、はい。まあ、ドローしてきますね、これは。さて、カウンターは引けたが、現状その、まあ、亀だったり、
セオルドレッド用に、カウンターは取っておきたい、感じではありますね。まあ一旦カウンターと、大破的なドラゴンを構えていくという形で OK かなと。まあしばらく3-2には殴られそうな展開ですね。さあ残り17点。豆の木。なるほど。まあ一般的なゴルガリではない形ですね。さあ大敗的なドラゴン打っていきましょう。外れですね。さてこれはどうするか。まあカウンターを構え続けるのはやや弱い動きなので、まあカイトプラス切り崩しを一応構えていくという形で OK かなと。まあもしくは英雄タンを出して書き消しを構えるっていう形でもまあ全然良さそうですね。さあ相手除去を持っている。お、ただ野の首をここに使ってくれたので、大敗的なドラゴンが、まあ生き残りやすい、感じではありますね。まあただ迷わず打ってきたんで、まあ2枚目を持っている可能性は割とあるかなと。さあ土地置いてからドローしていく。からのアズサ。結構ランプ要素が多いタイプっぽいですね、これは。さてどうするか。なかなか悩ましい、形ではありますが、とりあえずルーティングするか。うん。まあ土地は多すぎるので、土地を捨てて。このターン結構難しいですね。カウンターを構えたい感じもあるんですけど、展開もさせていきたい。で、カイトも一応守っていきたいので、アズサで土地を伸ばしてから、さらに収穫者を並べて、まあブロッカーを、構えていくという形で OK かなと。ブロッカーが一体だけだと、相手が喉首とか持たれていた場合は、お、まあただ結局、直令で、これは落とされてしまうと。さらに千里月氏。うん。まあ完全にもうダブマリ分は取り戻してる形ですね。さらに豆の木があるため、まあでかいスペルを引かれると、どんどんとアドバンテージを取られてしまいますね。これどうするかな。ミラーで、まあ死体鑑定士持ってくるのも全然ありですね。まあ、ドレッドか、死体鑑定士かっていう感じなんですけど、千里月氏を追放したいっていうのもあるんで、まあ、鏡に願いをで、墓地対策をしながら、シオルドレッドも探していくという感じで、OK かなと。さあ、死体鑑定士から、千里月氏を追放して、除去、うん。まあまあまあ、悪くはないですね。さて。まあ一応カウンターと除去を構えて、ターンを渡していくと。まあゴルガリはやっぱ、リソースを回復する手段がめちゃくちゃ多いんで、長期戦に強いですよね。マリガンにも強い。さあ3枚目の千里月氏からの豆の木。いや、これカウンターしてもよかったかな。豆の木カウンターは全然あったかもしれん。さあ、そしてさらに千里月氏が出てくる。まあ、これは通すしかないですね。さあ、残り12点。33を除去っていきましょう。でかいスペルを1枚引かれるだけでもう、2ドローされてしまうんで。まあ、書き消しをでかいスペルに打つか、まあ、もしくは豆の木に打つかっていう感じだったんですが。お、ただフェアリーはいいですね。まあこれで一応、こちらもドローができるようになると。まあブロッカーを構えて、パンを足していきましょう。アショク。黒幕でドローしたい感じもあるんですけど、まあさすがに書き消しで消しますか。うん。さあ犠牲を払って、収穫者でいいですね。アショクは消していく。ただし、豆の木で2ドロー。
これでかいですね。さあ、豆の木を登っていく。ダブマリ分をもう帳消しにしてるどころか、相手の方が多くドローしてますね。さて、まあここは殴れないので、そのままタウンを足していく。まあ黒幕出して、ドレッドなんかが引けるとっていう感じですね。船長？なるほど。まあ一応黒幕でドローしていきましょう。さあ、豆の木でドローした、ものに誘発して、こちらもドロー。お、ドレッドいいですね。さて、まあ、かき消しは当たらないため、これは通していくしかない。53ダッシュですね、これ。メイン戦場は結構珍しいですが。さあ、フルパンしてくる。大敗的なドラゴンブロックするんですが、8点は通すかな、これは。まあ、結局、どちらともトランプルあるんで、うん、まあ通していきましょう。まあドレッドで、ゲインはね、どんどんとしていくことができるので。逆に、その、相手、豆の木があることによって、まあドレッドで死亡する可能性も全然ありますね。さあ、さらに戦慄騎士を出していく。まあカウンターは、でかいスペル用に、まだ取っておきたいかなと。さあ、さらにドローも進めていく。まあ、あちらも、もうすでにドローし放題の状況なので。さて、ドレッドは出してはいくんですが、カウンターを、まあ、2枚構えたいっていう感じではありますね。アズサ殴って、まあ、ブロックされたら3つアンタップできるんですが、ブロックされないと思うんで、まあ、大敗的なドラゴンで殴っていきますか。さすがに、死ぬことはないとは思いますが、どうだろう。うん。さあ、殴って、まあ、4マナを、一応構えられる状況にしていくと。まあ、多分、負け筋が、その、ミッサとか、そういう系のスペルになっていくと思うんで。さあ、ああ、そうですよね。うん。さあ、豆の木で1枚ドローさせて、で、こちらもドロー。で、4マナある状況なので、まあ、かき消しを犠牲プラスもう1回打つことによって、ニッサはカウンターできますね。マイナス7で、まあ、即死の可能性があるっていうのが、ニッサの怖いところ。まあ、逆にこれをその、カウンターすることによって、おそらくこちらが、まあ、勝ちにかなり繋がるのではないかなと。さあ、黒幕を、生贄に捧げて、ニッサをカウンターしていく。まあ、おそらくこれは相手は4マナ払ってくるはず。で、4マナ払ってきた場合は、次のターンに死体鑑定士で、除去を探しに行くことによって多分こっちが勝てるんじゃないかな。さあ、ニッサはしっかりとカウンターしていく。で、相手は殴れない状況。うん。まあ、殴ったら負け確になるので、そのままターンを渡すしかないですね。さて、なんとかしのいで、除去を探しに行きましょう。さあ、死体鑑定士から、クリーチャーを追放して、除去が欲しい。特目、いいですね。これは勝ち確かな？ブロッカー2体になって、ブロックブロック。で、相手パワー4をチャンプしないといけないんで、まあ大体、勝てる流れではあるかなと。さあ、特目をピックして、3人は除去っていきましょう。さあ、これで相手はチャンプをしないといけない状況。ここで投了と。ジジ。さて、相手ゴルガリなんですが、まあだいぶランプ要素が、強めのゴルガリですね。まあ、ちょっとコントロールチェックな感じですかね。うん。まあ、一応コケモリが確定で追放したい感じなんで、まあ、墓地帯をちょっと増やしていく感じがいいかなと。あとは結構コントロールチックなんで、脅迫も入れていっていい感じですね。今日、切り崩しはいらない。
今、作泊もいらないと。これでいきますか。いや、アガサもう1枚入れるか。で、まあ一応後手なんで、カイト抜いて、これでいきましょう。さあ、1本目買って2試合目。これはまあ割といいハンドではないかなと。1枚ぐらい除去が欲しい感じではありますが、まあ2、3、4と、しっかりと動いていけるハンドということで、最低またダブマリ。まあただゴルガリなんで、全然手札ね、さっきの試合を見ても分かる通り、回復していくことはできますね。さあ除去も引いてくる。構えてきますね。まあ、この構えてくる展開だと、大敗的なドラゴンが結構強いんですよね。まあおそらく相手、除去が複数枚、ハンドにあるような、おっと、外れ。まあ、対 BG でもね、こういう引きになるんで、大敗的なドラゴンは本当になんか、運要素がかなり強い。まあ、ミシュラランド置くか。一応森も引けてるんで、ミシュラランドを、まあ、こちらもね、使っていくことができますね。で、4マナ駅、このターン出すのは、即除去られるだけなんで、あんまり強くないかなと。さあ、このターンも構えてくる。除去ハンドですね、相手は。まあ、一旦フェアリーの黒幕構えて、いきますか。まあ、カウンターも構えたいということで。宝石泥棒、これまで入ってるのはもうだいぶランプ要素が強めですね。さあ、黒幕出していきましょう。ちょっと青マナがね、1枚しかないんで、カウンターは構えられないんですが。まあ、除去を打たせていく形。はい。さあ、直霊を使ってくる。ザンダー。まあ、一応、書き消しを構えたいので、4マナクリーチャー出して、カウンターを構えていく感じで。さあ、土地は、十分になりますが、カウンターを抜いていきそう。さあ、摂取で、はい、カウンターを抜いていく。さあ、ハンド残り1枚ですが、まあ、プレインズウォーカーが来たとしても一巻の終わりがあるんで、まあ、大体いけそうな感じではありますね。さあ、ここはニッサ。まあ、トークン除去って、で、ニッサは一巻の終わりで除去ってという形で、OK かなと。到達はない。まあ、いくら BG とはいえ、コケモリを引かなかったら、やはりリソースはなかなか回復できませんね。さあ、ニッサを追放して、全部抜いていきましょう。まあ、ここでさすがに投了と。じいじい。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。